日本ボクシングコミッション JBC は28日、日本選手で初めて世界戦でのドーピング違反で処分を受けた小川健一選手30イコール停権イコールにプロボクサーライセンスの1年間停止処分を課したと発表した。処分期間は昨。記事全文を読む。